ベルトハウスサンフランシスコ海洋博物館ストリームラインモダンとはアメリカ合衆国フロリダ州を中心にアールデコ様式から派生し流行した様式の一種カーブした外形長く伸びた水平線そして時には欄干や丸窓といった開示的な要素を強調したもの絶頂期は1937年ストリームラインモダン様式とは当初 電気照明を建築構造の中に取り込むことであった。豪華客船のルマンディ号のファーストクラスのダイニングルームに内部から部屋を照らす12本のラリックガラス製高柱及び38本の円柱が1933年から1935年にかけて内装された。1969年にビクトリアアルバート博物館によって 取り壊しを免れたストランドパラスホテルのロビーは内部照明型建築ガラスを使用した初期のものの一つで、また同時に博物館によって保存された最初のストリームラインモダンのインテリアだった。ストリームライン、モダン様式の住宅は商業ビルほど一般的でないものの存在する。ハワード・ライデッカーが建てたロサンゼルスのライデッカーハウスがその例である。 デラウェアパビリオングレイハウンドバスターミナル20世紀特急ストリームラインモダンのトースターストリームラインモダンは電気時計、ミシン、小型ラジオ受信機、掃除機といった電化製品にも応用されたアルミニウムやフェノール樹脂などの物質化学発展の成果を使用した他エレクトロライナーなどありがとうございます